オットセイは、飛脚類アシカ科のうち北オットセイ属と南オットセイ属の総称である。アシカ科には、アシカとオットセイが属する。アシカ赤カ、オットセイ赤に分類されることもあるが、系統的には認められていない。北オットセイは北、太平洋に、南オットセイはアフリカ南岸、オーストラリア南岸などに生息する。一匹のオスが複数のメスを独占し、 ハーレムを形成する。ハーレムは一般に海岸に近い場所に形成される。メスを巡る戦いに敗れたオスは、まとまって群れを作って生活する。その場合、居住地は内陸に入った不便な場所となる場合が多い。若いオスでは戦いに敗れても、戦いの訓練を積み体格が大きくなるまで待ち、改めて戦いに挑む場合もあるが、 多くのオスは再挑戦をする気力を失い、メスとの交尾の機会を持てずに、同性の集団生活において、障害を終える。耳たぶがある、四つ足で体を支えて、陸上を移動できる、前足を鳥の翼のように羽ばたくことによって、遊泳するなど、アシカカ特有の特徴を持つ。アシカよりは、若干小ぶりで、ビロード状の体毛が密生していることが、オットイの特徴である。 オットセイの毛は、ゴワゴワとしたアザラシと異なり、ツヤツヤとして、柔らかく、暖かく、防寒性、装飾性に優れている。食性としては魚、タコ、エビを主食としているが、地域的にはペンギンを捕食する場合もあることが、報告されている。陸上だけでなく、水中でも睡眠を行う。この時、右脳を覚醒させたまま、左脳を眠らせることができる。 陸上で眠るときは人間と同様の方法で眠る。海の生き物だが海水ではなく淡水でも生育可能である。いくつかの水族館ではオットセイを淡水で飼育している場合もある。高価な毛皮やさらには陰形や抗ガが勢力剤などの漢方薬材料として沈調されたため乱獲により生息数が激減した。江戸時代初期の慶長15年と 慶長17年に江戸地の松前義弘が徳川家康に海孔人を2回にわたり献上し、家康の薬の調合に使用されたという記録も残っている。日本は1911年にオットセイ保護条約を締結し、翌1912年発行の落語オットセイ取締法を成立させ捕獲や所持を規制した。1957年には北、 太平洋のオットセイの保存に関する暫定条約を締結し、保護の取り組みを行ってきた。2006年現在、日本ではビタリス製薬株式会社だけがオットセイ製剤の製造を行っている。アシカとオットセイオットセイはアイヌ語でオンネカムイ、オンネプ、ウネウと呼ばれていた。それが中国語でオッツトツと翻訳され、そのペニスはオットセイと呼ばれ勢力剤とされていた。 現代の中国語では、海区と呼ばれる。日本では、文明本説要集に、オットセイの表記が見られるほか、江戸時代頃になると、小薬名が種を指す言葉になっており、和漢三歳図絵でも、オットツセイで解説されている。あまりにも、一般的になったため、1957年に、北、太平洋のオットセイの保存に関する暫定条約が、 締結された際、出席した日本代表団がオットセイを英語であると、誤解英語で、オットセイと説明しても理解されず、何回か発音を変えて、言い直しを行う、ニュース映像が残されている。なお、日本語では、オットセイと書いて、オットツジューと読むが、ラッコオットセイ両角取締法では、同じ字を、オットセイと読んでいる。東北地方の海岸まで流されることもあり。 三陸地方で沖の犬と呼ばれる生物の正体とされる。英語ではファーシールと呼ばれ、アザラシよりも質の良い毛皮が取れるため、この名前が付いたと言われている。日本海や銚子沖の太平洋が北夫生族の南言と言われる。たまに日本海側や北海道、東北地方の海岸に死体や生きたまま漂着することがあるが、2006年9月9日、 内陸部に位置する埼玉県川越市の新化岸川で野生とみられる衰弱したオットセイが発見され、警察で捕獲し、翌日、上野動物園へ収容、保護された。春、日本ではオットセイの群れが南下してくるため、このオットセイを太平洋に戻すことになり、放流に向けた順地を行うため、12月4日に鴨川シーワールドへ移され、トレーニングが行われた。 翌2007年2月下旬、オットセイの群れが見られたため、シンちゃんは3月8日に、調子の沖合にて放流され野生復帰した。鴨川シーワールドでは、今まで何頭か放流にせ、展示は、泉都シーパラダイスや新江ノ島水族館などの、水産庁の許諾を得た一部の水族館、動物園で行われている。ウィニン、LPER。 ファイロゲネティック・リレーションシップス・ウィズ・イン・ザ・ヤード・シールズ・インプラケーションス・フォー・ザ・ヒストリカル・バイジオグロフィ・オブ・ザ・ファミリー・モール・ファイログ・ e ー,ーム二十一二2 1 2 7百八8 4 2 0 1 2年12月10日見るキプリングの日本発見中央口論者2002年 P518 片側の脳だけ眠るオットセイ誘発物質特定で不眠治療に光り アフプブニュース、httpww.afpub.com アーティクルエンバイロメントサイエンスイートサイエンステクノロジー292 29, 万9826 1032万11462013年2月21日閲覧ダーウィンが来た生き物新伝説2013年9月1日放送森で発見オットセイの秘密基地 宮本芳美、徳川家康公と医学66号、大日光、1995年。宮本芳美、徳川家康と本草学、笠谷和彦編、徳川家康、その政治と文化、芸能、宮台出版社、2016年。3話が国と各国との間の諸問題。外務省。2018年7月27日閲覧。 オットセイ保護条約。日本大百科全書。2018年7月27日閲覧。チリマシホ。アイヌ十名衆。オットセイ。チリマシホ著作集3生活史。民族学編平凡社1973年。114から115ページ。オットセイとは引くことバンクオットセイ両図説。中央水産研究所。法令衆の参索。参議院法制局。 海復とは引くことバンクハット AB 保護された、北オットセイが、シーワールドへ、鴨川シーワールドからのお知らせ南暴走市2006年12月4日、広報、川越ナ、no. ンバーワン422007年1月号、川越市2006年12月25日、ハットへの水トリーター日誌、新ちゃん海に帰る。新江の島水族館2007.03、09、海の生き物教室、 夫生、トセちゃんの保護開催、鴨川ワシーワールドからのお知らせ南房総市2007年2月6日。ありがとうございます。